カトルブラの戦いは、1815年6月16日に、ベルギー中部のカトルブラ付近で行われた戦い。ウェリントン率いるイギリス・オランダ連合軍が、ミシェルネイ率いるフランス軍を撃退した。ナポレオン最後の戦いとなった、ワーテルロウの戦いの前哨戦の一つである。1815年2月、エルバ島で監視下に置かれていたナポレオンは島を脱出し、翌3月。 パリに帰還、フランス皇帝に復位した。ナポレオンの最強を知った列国は、第7次大仏大同盟を結成し、フランス国境に大兵力を集結させた。ベルギー方面には、イギリス・オランダ連合軍と、プロイセン軍、その南には別のプロイセン軍を主力とした、北ドイツ軍団、ライン正面には、オーストリア軍を主力とした、ライン方面軍、北イタリア方面には、 オーストリア軍がそれぞれ展開し、さらにライン正面に向けて、ロシア軍が東から接近しつつあった。同盟側の作戦行動にはまだ時間がかかると判断したナポレオンは、同盟軍の帰戦を制することとした。6月11日、ベルギー方面にいるウェリントンのイギリス・オランダ連合軍とブリュフヘルのプロイセン軍を最初に撃破すべく、ナポレオンは12万人の兵を率いて、 パリを出撃した。6月14日、フランス軍はブリュッセルの南3 0トルのシャルルロワ付近に集結した。シャルルロワはイギリス・オランダ連合軍とプロイセン軍の中間に位置し、どちらにも対応できる地であった。ナポレオンは両軍が合流する前に格好撃破を狙った。フランス軍左翼を率いるネはナポレオンから 北上して、幼地カトルブラの十字路を速やかに確保するとともに、確保後の状況に応じて、東に旋回し、リニー方面にいるプロイセン軍の即敗をつくように命じられた。ナポレオン自身は、リニー方面にいるプロイセン軍攻撃に向かった。6月16日、カトルブラ近辺に到着したネーは、カトルブラを守るオラニエ公、ウ、ウィレムの小部隊と対峙した。 ネイ率いるフランス軍は、ピール将軍のやりき兵部隊を中心とした、奇襲突撃を行い、オランダ軍を粉砕した。そのまま盲信を続け、不完全な邦人を組むイギリス不評連隊を蹂躙し、ウェリントンの陣地まで迫った。ビルヘルム率いるブラウンシュバイク軍。ウェリントンの援軍として駆けつけたがなす、実なく敗退した。しかし、ネイに状況を利用できるだけの兵力はなかった。 ネイは事前にエルロン博に遠兵を要請していたが、彼の増援部隊に万は未だに到着していなかった。その頃、エルロン博は皇帝からリニーでプロイセン軍と交戦せよとの加盟を受け、どちらの命令に従うか右往左をしているのであった。激怒したネイは皇帝に命令を取り消すように何度も要求したが、返答はそっけないものであった。その間にイギリス軍は、 増援部隊が続々と到着した。こうして、フランス軍は絶好の時期をむざむざと死したのであった。ネーの助立ちとしてケレルマンが騎兵一個旅団を率いて到着した頃には、イギリス軍の兵力は2万にも膨れ上がっていた。ネーはエルロン博への期待をしゃきれず、ケレルマンに騎兵突撃による陣地ダッシュを厳命した。 騎兵による陣地ダッシュ後に増援部隊が小詰めとして陣地防御を行うという増援部隊が到着するか否かに全てがかかっている計画を実行に移したのであった。ケレルマン率いる騎兵旅団は果敢にも敵中突破を試みた。騎兵はこれ以上ないほどの素晴らしい活躍を見せた。そしてついにカトルブラの陣地をダッシュすることに成功した。エルロンクの部隊も ネえの必死の呼びかけに応じ、こちらに向かいつつあった。しかし、彼の部隊は二点三点する命令に混乱をきたす。兵士が続出し、もはや統制が取れていなかった。そして、ついに彼の部隊が、戦場に到着することはなかった。孤立したケレールマンは、敵の猛攻撃にさらされつつ、撤退を余儀なくされた。この撤退時に、多数の死傷者が出た。味方騎兵の馬をつかみ、 命がけで帰還を試みるケレルマン。何としてもブリュッセル街道を突破したいと考えていた。ネイは続けざまに砲撃を行い、密集したイギリス軍の隊形をズタズタにした。そして、再びピール将軍のやりき兵を投入し戦況の打開を図ったが、イギリス軍は頑強な法人を組み、彼らの猛攻にも揺るがなかった。焦燥したネイは、竜三弾が、 イギリス大隊まで届く距離まで移動するように命じた。大砲が次々と火を吹き、イギリス大隊はバラバラになった。さらに、麦畑をすり抜けてきたフランス三兵の奇襲により一部のイギリス軍は混乱に陥った。しかし、結局、戦況が大きく変わるような決定的な展開は起こらず、両軍ともに多大な損害を被ったまま日が暮れた。 6月17日、ネイは騎兵を接収し再び騎兵突撃を試みた。この突撃は一個大隊を全滅させると、一定の戦果を上げた。しかし、もはや、フランス軍に勝ち目はなかった。イギリス軍はすでに3万6000にまで膨れ上がっていた。フランス軍は逆襲に転じた、イギリス・オランダ連合軍に押し戻されてしまった。ウェリントンは攻勢を仕掛けたが、 ネイは連隊を再結集させ、頑強な抵抗を続けた。そのため、21時30分頃には攻勢を諦めざるを得なかった。途中、リニーの戦いで、ナポレオン本体が有利に戦いを進め、プロイセン軍の即敗を攻撃する絶好機が訪れたが、カトルブラで手間取っていたネイは部隊を動かすことができなかった。結局、フランス軍はカトルブラのダッシュに失敗した。 ウェリントンは撃退に成功したものの、リニーのプロイセン軍が敗走したことを知って、カトルブラを放棄し、北方に兵を退いて、ワーテルローに防御陣地を敷いた。ナポレオンはグルーシーにプロイセン軍を追撃させるとともに、自身はネイと合流した。戦いは両軍とも任務を達成できず、引き分けに終わった。イギリス軍はネイに拘束されたため、 リニーで苦戦していたプロイセン軍の救援に向かうことができなかった。ウェリントンはプロイセン軍の敗北により危険な状態となった。カトルブラを放棄せざるを得なくなった。一方、ネーがイギリス・オランダ連合軍に手間取りリニーの戦いに参戦できなかったことにより、ナポレオンはプロイセン軍を撃滅する決定機を逸することとなった。ナポレオンは猛攻により、 プロイセン軍を退却させることには成功したが、撃滅するには至らなかった。このプロイセン軍は、6月18日のワーテルローの決戦において、ナポレオンの敗北に決定的な役割を果たすことになる。半島戦争でウェリントンは、本体を隠して、敵をおびき寄せるという戦術をよく用いた。そのためネイは、カトルブラに駐屯する8戦の部隊をおりとして捉え、 よく警戒して攻軍した。姉の手勢だけでは人地防御は愚か敵に包囲される可能性が高かった。敵の槍気兵と強行騎兵は今までに出会った最高の男たちだ。彼らは数度の有猛な突撃を行い我々の不評をものともせずに前進してきた。フレーザー大佐軍事評論家松村翔は姉軍が敵地に駆けつけていたら ウルフヘル軍は壊滅していたであろう。そして、ナポレオンは、カートルブラのエリントンに襲いかかり蹂躙していたであろう。それは誠に、重要な歴史の、もしの数時間であった。と述べている。松村章、ナポレオン戦争前史、原書房、2006年、P198。ありがとうございます。